はい、速稼塾の久保です。今回はね、ベーシックインカムについてちょっとお話しようかと思います。私はね、ベーシックインカムを知ったのはもう10年ほど前なんですけども、その頃ね、堀江貴文さんがベーシックインカムみたいなことを言われていて、それで独自に調べるようになったんですよね。これは19世紀ぐらいに提唱された理論で、社会がどんどん進んでいくと究極はそうなるんではないかなってことはね、その論文の中で見ました。多分ね、フランスの研究者の方だったと思うんですけどね、その論文書いたのが。で、今日本を見てみると、私はね、ある意味このベーシックインカムが実現している部分があるかなと思うんですよ。それがですね、年金ですよね。今65歳とかになってくると年金っていうのを要求することができて、まあ、毎月一定金額が振り込まれるんですよね。まあ、毎月ではなくて2ヶ月に1回なんですけども、年間で40万なり80万なりって言われてますけども、その年金で基本的な暮らしをしていくということなんですよね。で、その年金で足りない部分は週に3日働いたりとか、週に4日働いたりとかして補填していくっていう方法もありますし、その年金に過去の貯金を取り崩しながら生活をしていくっていうものもあります。それから年金に加えて家族に支えてもらうっていうね、方法もありますよね。それがまあ隠居暮らしってものなんですけども、とにかくね、生きるために、毎月毎月7日とか8日とかの休みを取り崩して無理して働く時期は終わるってことなんですよ。それこそ生きていくだけならできる、それがベーシックインカムなんですけども、年金っていうのはそういう効果があるのかなと思うんですよ。もちろんね、お住まいの地区とか消費金額によってはね、月に7万8万とか10万前後ですか、年金の額っていうのはばらつきがあるんではっきり言えませんけども、私の身近な例では月に15万円ほど使えるぐらい年金が支給されている、そういうふうなね、70代の方がいるそうなんですよね。で、そう考えると確かに15万だとなんとか生きてはいけるんだけども、余裕がある暮らしはないし、ちょっと旅行に行ったり入院があるとすぐにね、予算オーバーしちゃいますんで、週に1回とか2回とかをどっかにね、日当5000円ぐらいで働きに行くのぐらいがちょうどいいのかなと思いますし、ベーシックインカムをしたからといって全員がね、無労働になるわけではないっていうのはこれでわかると思うんですよ。いわゆる誰かがお金のために人が嫌がる仕事をやってくんないと回らない世の中にはなってるんですよね。で、本当にね、国民全員に、はい、働かなくてもいいですよってかね、毎月毎月50万とか振り込んじゃうと、もう世の中で商品供給をする方とか働いてくださる方っていうのが極端に減りますんで、そうなったら物価っていうのは高くなりますよね。やっぱりだって働く人が少ないんで、生産者がいなくなって、で、物流がいなくなって、販売者がいなくなるわけですから、だ時給1000円で働いてる人がベーシックインカム50万とかもらっちゃったら、もう1000円で働きに行かないですよね。そうなると生産者が減って、供給者が減って、消費者だけが増えますんで、そういう時には消費を抑制するために、まあ、消費税をかけるなり、ベーシックインカムの基礎額っていうのを減らすなりして調整していけばいい、スタビライザーすればいいわけなんですけどもね。で、そういうふうな形でいろんなシミュレーションがあるんですよ。で、ベーシックインカムっていうのは基本的に毎月どんな方にでも、まあ、例えばね、私は7万円とか8万円が適正だと思うんですけども、で、子供にはその半分ね、20歳になるまでに3万5000円とか、18歳になるまでに、まあ、その半額3万5000円みたいな、年齢で分けるとかね、選挙権を得たと同時に、1人前の人として毎月7万円みたいにしていくみたいなのがね、理想的だと思うんですけども、ベーシックインカムっていうのはね、そろそろ日本でも導入してもいいんではないかなって気はしてるんですよ。というのがもう完全に今ね、二極化してますよね。超二極化です。所得のむちゃくちゃ低くて、生産性のむちゃくちゃ低い仕事を労働によって時間を提供することによってやらせてもらって、で、少ない金額をいただいているブラック労働と言われている人たちで、一部はほとんど労働はしないんだけども、頭脳労働ですとか人を動かすためのレバレッジによってね、大量の所得を上げて年収が1億とか2億みたいな、とんでもないね、使い切れないぐらいの金額を稼いでる人もいるんですよ。で、ぶっちゃけね、使い切れない金額って預金口座に数億円とか入ってるわけじゃないですか。逆に言うと、その数億円って経済社会に入らずに死んでるお金なんですよ。まあ、だからね、ミスターキユータさんとか ZOZO タウンの前澤社長っていうのは、自分の口座にお金があってもしょうがないから、お金を社会にどんどん配ることによって、能力があるんだけどもお金がない人にどんどんチャンスとか挑戦をね、やってもらおうというふうな形を取ってるんじゃないかなと思うんですよ。これもだからある意味ベーシックインカムみたいなもんなんですよね。本当はこれをね、国単位でやっていった方がいいと思うんですよ。国家が主導で。今みたいな二極化が進んでしまうと、もうね、これはね、働かない方が生産性のいいという、ね、皮肉なね、逆転現象も起きてるんですよ。私はね、過去に麻雀店を経営してました。
麻雀店をやりながら、普通じゃ赤字だったんですけど、毎月100万円ぐらいの赤字を出すね、従業員7人でやってる店だったんですけども、毎月100万赤字が出るんですよ、7人がかりでね。で、皆さん給料はもらってるんですよ。で、店ではしては赤字です。でも片方では私はあのオーナーとして社長として速稼塾っていうネットビジネス塾をやってたんで、ここはね莫大な利益を上げてたんですよ。それこそ一人でやってるのに毎月百数十万の利益が上がっていたんですよ。だからこういうふうにしました。こっちで稼いだ百数十万の利益をこっちの店舗の赤字にどんどん組み入れていって、従業員の雇用は維持したんですよ。私自身2つやってるんでプラマイゼロになっちゃうんですよね。で、店がなかったらこっちの稼いだ分、ネットビジネスで稼いだ分は全部自分の口座に入るっていうね、そういう図式だったんですよ。でも連結で決算するときにはいつもマイナスとかね、やっとプラスみたいな感じをうろうろしてました。で、店が潰れた瞬間に急に資金繰りが良くなったって話なんですけどね。で、その時に私ね、お店の方に会議に行って従業員みんなにね、言うべきじゃないことを言った覚えが今でも心に引っかかってるんですよ。それはね、もうお店はずっと赤字が出て1年半になると。で、毎月100万の赤字、これをね埋めるのは並大抵のことじゃないし、集客をして頑張ってお客さんを増やすにしてももう4年か5年かかるだろうというふうに私は判断をしたんですよ。それを従業員さんに伝えて、もういっそね、みんな店の営業をやめて、みんなの給料はもう払うから、今まで通り払うんで、ずっと口座に入金するから店に出てこずにその店を辞めてしまおうかって話したことがあったんですよ。要するに店のテナント料が私の払いが減ればね、その分だけ助かるわけなんですよ。店のテナント料って100万ぐらいですからね。で、従業員さんには給料は相変わらず払うんで、雇用は維持すると。その間に自分のスキルを身につけるなり、どっかに転職を探すなり、そういうふうにするかっていうふうに話したのが、私はね、働く人の意欲とか、それからね、自尊心をかなりね、貶めたと思うんですよ。その頃はね、本当に破れかぶれでそういう気持ちになったのと、いい気になってたのかもしれません。私が従業員を養ってるって気持ちになっちゃってたのかもしれないんですよ。で、それはまあこの辺でちょっと話を置いといてもらいたいんですけども、これが何を意味するかっていうと、ベーシックインカムなんですよ、これもまさに。だから、会社を経営している社長っていうのは、利益が出るような会社を作れば、ベーシックインカムをそこで、ね、実現させるようなもんなんですよ。だって生産性が低くて、明らかに自分の給料以上に働いてない従業員にも、給料以上の待遇をしてるわけじゃないですか。そしたらその人たちは、本人は働いて何かを生産してるつもり、役に立ってるつもり、でも現実は役に立っていない、いない方が会社の生産性が上がる。でも一定の金額を払うことによってスタビライジングされてるんですよね、バランス取れてるんですよね。皮肉にもこういうふうな小さな社会では、小さな会社では、小さな社会、小さな会社ではね、ベーシックインカムも実現してるんですよ。そういう時代になっちゃったんですよ。だからこれを国家規模にするだけってことなんですよね。で、前澤社長とかね、三崎裕太さんとかね、青汁王子とかは、あの小規模ではあるかもしれません、でもすごい大きなことですけども、ベーシックインカムももうね作り上げてんじゃないかなと思うんですよ。例えばツイッターのフォロワーさんにお金を配るみたいなことをやるわけじゃないですか。これベーシックインカムですよね、これもほとんどね。だからこういう人がもう10年前20年前だったら存在しえなかったのが、だんだんたまにこういう人が出てくるようになったんですよ。お金配りますみたいなね、縁もゆかりもない人にお金を配れるような人が民間から出てき始めて、そして中小企業を見てみると、ほとんどの従業員さんは会社に貢献してないけども給料を払い続けるね、一部の生産性の高い経営者、経営陣がいるみたいな、こんなバランスになってきてるわけなんですよ。まあ、ですので私はそろそろベーシックインカムの議論を真面目にみんなでしてもいいのかなと思ってます。もちろんベーシックインカムっていうそういうふうな発想を知らない方もこれからね学んでいくと思いますし、ベーシックインカムに懐疑的な方も今の話を聞いたらいくつか理解できたんじゃないかなと思うんですよ。年金ってのはね、ベーシックインカムの実現なんですよね。で、会社経営ってのもベーシックインカムの実現ですし、ああやったお金配りおじさん、お金配りお兄さんが出てくるのもベーシックインカムの足音が聞こえたってことなんじゃないかなと思います。ではですね、今日は以上です。